2004年に撮影されたコテジブロンイヤーはウェールズ・グーイネズにあるコテジ18世紀の建築。ウェールズ語で黄金の胸または黄金の丘の胃。近隣の丘が朝日を浴びて金色に輝くのにちなんで名付けられたとされる。1969年から1970年にかけてイギリスのロックグループレッド・チェッペリンのメンバーがここで休暇を過ごし、 それが彼らの作風、特に1970年10月発表のアルバム、レッド・ツェッペリン3に強い影響を与えたことで知られるようになった。レッド・ツェッペリンの作品中、直接このコテジに言及したものとして、レッド・ツェッペリン3初集のスノードニアの小屋及びフィジカルグラフィティ初集のブロンヤーがある。また、レッド・ツェッペリン3のジャケットには、 ブロン・イアーにもクレジットを与えるべきであろうという中期が見られる。なお、ブロン・イアワーは国際音声記号では BRNRR と表記される。したがってカタカナで表音するならブロン・アールというような表記が発音に近いかと思われるが日本ではブロン・イアーの表記が定着している。1970年9月4日、ロサンゼルスフォーラムでの講演を収めた。 有名海賊版、ライブオンブルーベリーヒルで確認できる。ありがとうございます。